はい、皆さんこんにちは、203です。今日はヤフオクで5000円で落札したロードバイクのフレーム、まあ多分これルック車と呼ばれるやつですかね、それを落札したんで、これから組んでいこうと思います。まあただ組むんじゃ面白くないんで、このまあいわゆるルック車と呼ばれるフレームに、まあ構成のパーツですね、それらを組み立てて、要はフレーム以外が構成のパーツですね。だからフレームだけ、まあ安い、すごく安いもので乗り味ってどうなるのかっていうのをこう確認したくて、今回の企画をやっていきたいと思います。はい、今回買ったのはトリンクスっていうメーカーのフレームですね。まあなんですかね、これいわゆるルック車って呼ばれるやつなんですかね。検索とかでこう調べたんですけど、あんまり情報がなくって、まあ多分過去アマゾンで売ってたと思うんですけども、それが多分5、6万とかそういうレベルだったと思うんですけど、まあ今回それの中古を5000円で買ったという形ですね。で、これをまあカスタムしていきたいんですけども、落札する上で一番気にしたのが BB だったんですよね。 BB がいわゆるスクエアテーパーとか昔のこう規格だと、まあ、いわゆるデュラエースとか、まあ、今の9100番台とかそういうのが、そういうクランクが使えなくなるんで、高性能のパーツを付けにくくなるんですね。まあそれらを付けられないということは、要は11速化ができないっていうことになるんで、そうするとまあもろもろちょっと高性能パーツが付けられないでちょっと困るんですけども、今回のは、いわゆる、ホローテック2の BB が最初から付いてるんで、もうこれはいけるなと思いました。まあ多分これ違う BB がついたのをホロテクツに変えてるのかもしれないんですけど、とにかく僕の落札したのは最初から、ホロテク2の BB がついてたんで、要は、11速のクランク、まあデュラエースとかが使える、最新のデュラエースとかが使えるようになってるんで、まあこれは本当楽しみだなと思って落札しました。それではフレームから測っていきたいと思います。BB 込みの重さになりますね。2008g ですね。まあ約 2kg ですね。結構フレームだけ、フォークなしの重さとしては結構重いですね。それではフロントフォーク測ってみましょう。フロントフォークだけで 1.33 キロですね。フロントフォークで1キロ超えはかなり重いですね。やっぱりここのコラムのとこが鉄なんですかね、これ。すごい重いですね。これ、だからまあ、フロントフォーク変えるだけで、まあ1キロ減量できるみたいな感じだと思います。では交換予定のフロントフォーク、フルカーボンのフロントフォークを測ってみたいと思います。398g ですね。まだコラムカット前の重さになります。まあこれでまあやっぱり1キロ近く軽くなる計算になりますね。フレームなんですけども、金属製なんですけど、アルミなのか、まあ、鉄なのかなんですけども、フォークは磁石がくっつくんで鉄ですね。で、フレームの方はくっつかないんで、フレームはアルミ製なんですかね。今回の企画は、まあ、いわゆる一般的なものの比較とはちょっと違った視線でやっていきたいと思います。まあ、一応言っとくと、他のその比較の仕方を否定するとか、誹謗中傷するとかそういう意図ではありませんので誤解ないようにお願いします。ただ僕は違った角度から比較したいなと思ってますんで、そこを、まあ分かっていただければと思います。まあまずそのよく高いロードバイク、高性能ロードバイクとすごい安い安物の、ロードバイクとかルック車を比較する企画って結構あると思うんですよ。昔からあると思うんですよ。別に最近がどうとかっていうのは関係なくって、やっぱりその多くがその
車両そのまんまで比較してるのが多いと思うんですよ。やっぱり100万円のロードバイクはその高性能ホイールや高性能コンポがついた軽い状態で、乗って、安物の方は、重いパーツとか鉄桁ホイールとかがついたすごい重い状態でそのまま比較してると思うんですけど、それだとちょっと一つ問題点が出るんですよね。それはその例えばまあ当たり前の結果なんですけど、その重くて安い方のロードバイクが遅い結果になるんですけども、それが、重いから遅くなってるのか安いから遅くなってるのかっていうのがわからないんですよね。で今回の僕の企画っていうのは、安い方のフレームに高性能のパーツをつけてできるだけ軽くして、まあハイエンドロードバイクとあのフレーム以外は違わない状態にして、で実際走ってどんな差があるのかっていうのはちょっと、個人的にすごく疑問なところなので、そこを、比較していきたいかなと思います。まあただ走りの比較は、まあパワーメーターがどうとかっていうあの話ではなくて、まあ乗った時の体感とかを主に、比較していきたいと思っています。今回はヤフオクで5000円で落札したロードバイクフレーム、いわゆるルック車と呼ばれるフレームを、紹介しました。これを高性能パーツで組んで比較していきたいと思いますので、今後も楽しみにしていてください。それではまた。